ございます。ガテムさん、カズさん、モーカさん、ございます。ハレリア、まゆちゃん、ハレリア。9月7日、はい、ごめんなさい、9月7日かな、7日ですね、9月7日、あ、ごめんなさい、10月7日、元彼さん、ルルさん、アトチさん、ユウさん、おはようございます、おはようございます、太平洋さん、おはようございます、今日は少し寒いですね、フリース着てても少し寒くてですね、もうちょっと何か着なきゃいけないなと思ってます、だいぶ涼しいです、まあ晴れてます、台風が向かってますね、今度の土日は、3連休は台風3連休になりそうですね。何か土日にですね台風が来ること多いですよね、偶然ではないと思います。土日に台風が来る理由があると思います。それは、また後で言えるかもしれません。秋の清々しい夏朝ですね。秋の清々しい朝です、もう虫は聞こえますけど、虫の音はちょっと減りましたよね。もちろんセミはもう鳴いていません。季節を感じます、秋を感じますね。秋を感じます、いいですね、この秋の雰囲気いいですよ、快適ですね。寒く、まあ暑くないし、そんなに寒くないし、昨日の皆さん、礼拝いかがだったでしょうか。昨日の礼拝、ちょっと礼拝感想明かしいきましょうか、ね、はい、昨日の日曜日の礼拝感想スタート、感想スタート、見ていない見ていない、太郎さん、おはようございます。いつも通りなので特に感想はない、いつも通り、カズさん、自分も礼拝していたので見ていません。自分の子供祝福式をし、あ、おめでとうございます。教会にはですね、子供祝福式または献辞式っていうのがありますね。それは自分の子供を神様に、まあ、捧げてですね、祝福してもらうという、そういう、まあ、七五三みたいなことが教会にあります。そうですね、日曜礼拝にはガチの人たちが集まってると思った。そうですね、礼拝にはですね、まあ信仰的な人が、集まっています。ちょっと寒いですね、ちょっとすみません。少し、寒いです、それではですね、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは、悔い改めることは、プライドというタイトルですね。この悔い改めシリーズは、あさってですね、ヨムキプールという大食材日があります。それは、ケーキを表しますが、その前に私たちは悔い改める必要があるということです。イスラエルの人たちは、ロシア社内からヨムキプールまで10日間、悔い改めます。特にですね、明日がヨムキプールの前日ですから、ヨムキプールが一番かな、
ヨムキプルの時が一番悔い改めるかもしれませんね。明日明後日ぐらいが一番悔い改める時かもしれません。しかし彼らはイエス様を信じてませんから、本当の救いには預かれないのです。しかし私たちはイエス様を知っています。イエス様が私たちの罪をあがなってくれる、許してくれるということで、私たちは本当に、敬虚されて天国に行くということを信じましょう。ライオンさん、おはようございます。ヒロさん、おはようございます。皆さん、多くの人は天国を知らないし信じていません。もちろん地獄も知らないし信じていません。しかし私たちは知っているんです。そして、どうすれば天国に行くかも知っているんです。ですから私たちは、天国に行くために、努力します。もちろん自分の力で天国に行くわけではありませんし、自分の行いで救われるわけではありません。十字架のあがない、十字架の身代わりですね、イエス様が私たちのために死んでくださった、そのあがないによって罪が許され救われるということがキリスト教です。そのことをまず皆さんがしっかり理解する必要があります。そしてそのためには私たちは神の前にへりくだって、悔い改めてへりくだって神の前に出る必要があるということですね。トンマルコさん、おはようございます。はい。そして、今日のタイトルは、プライドということですが、皆さんプライドというのは、いいプライドと悪いプライドがあります。私たちは十字架を誇り、イエス様を誇る、十字架を誇るプライド、つまり自分を誇るんじゃないですよね。イエス様を誇るという、イエス様を誇るプライド、それはもちろんそれが信仰と言ってもいいでしょう、ね、イエス様を誇る、十字架を誇る、これが信仰なんです。皆さん多くの人は、十字架を誇りません、イエス様を誇りません、そこに問題があるわけですね。それは誇る理由を知らないからですね。十字架を誇り、イエス様を誇る理由を知りません。しかし私たちは知っています。私たちは十字架を誇る理由を知っています。それは私たちを救うという神の御業、神の愛、神の栄光が現れているからです。それは信仰がなければわからないんです。皆さんもわからない方もいるかもしれません。ですからそれを説明して、だんだん分かってくると思います。イエス様の話を聞き続ければ、イエス様の話を聞き続ければある時、ポンと分かるようになるのではないでしょうか。あ、十字架は私の救いなんだ、十字架は私の救いなんだということがですね、突然分かるようになると思います。それまではですね、どうしてかな、どうして私のためにイエス・キリストを死ななきゃならないんだ。私もそうだったんです。あやぽんさん、おはようございます。ゆうさん、私もですね、以前ですね、洗礼を受けた後もですね、なぜイエス・キリストが私のために死んだんだろう、他に方法がない、ない、あるんじゃないだろう、そんな方法でなぜ神様にしたのか分かんなかったんですね。その十字架の意味がよく分かんなかったんですね。しかし、ある時突然分かったんですね。ある時突然、ああ十字架という神様の、やり方といったらちょっと語弊がありますが、神様の方法、人を救う方法、これはすごい、これは人間の理解を超えた、はるかにすごい、人間には理解できないすごいやり方なんだ、神様のやり方なんだ、もうこれは驚くべき神様の方法なんだ、その十字架という人を救う方法、人を救う方法はなんとものすごい素晴らしい栄光なんだ、
ものすごい素晴らしい、宮座なんだということがだんだん突然分かったんですね。突然分かったですけど、だんだんまた分かってきたんです。あやぽんさん、私に暴言を吐いていた外国人をお祈りしたら、今までの暴言を反省し謝ってきました。素晴らしい、素晴らしい、暴言を悔い改めたんですね。それは素晴らしいです。太郎さん、イエス様ご本人より十字架の方が大切なんですか？いや、そんなことがないですよ。そんなの、あの、十字架が大切なんではなく、十字架という、十字架で私たちのために死んでくださったイエス様が素晴らしいわけですが、ただその十字架という御業は、神様の御心で、結局は神様が素晴らしいということになります。ですから十字架を誇るというのは、神を誇るということとイコールなんですね。十字架を誇るというのはイエス様を誇る、神を誇るということとほぼ同じです。ヒロさん、アヤポンさん、なんてお祈りされたんですか？謝るようにお祈りされたんですか？なんで死を選んだのか、確かに気になります。十字架の死を選んだかということですか？イエス様おっしゃいました、友のために命を捨てるというほどそれよりも大きな愛はないとおっしゃいました。愛ということでですね、私たちはその自分の命を捨てる、自分の命を捨てるという愛、それ以上の愛はないということですね。つまりそうでしょう、皆さん、お金をあげて愛する、何かをしてあげて愛するということがありますけど、でも最高の愛は命を捨てる、その人のために命を捨てる、それ以上の愛ってないと思いません？だって命を捨てるということはね、もうそれ以上何もできないじゃないですか、ね。命を捨てる、ですから死ぬというのは、命を捨てるというのは、最高の愛ということになるわけです。ですからイエス様が私たちのために命を捨てたということは、最高の愛ということですね。最高の愛、それも神様の最高の愛ですね。神様の最高の、人間の最高の愛じゃない、人間の最高の愛も命を捨てることだと思うんですが、神様の最高の愛、神様の最高の愛、それは神様が私たちのために命を捨てたという、イエス様が私たちのために命を捨てた、これはもう、これ以上の愛はないんですね。これ以上の愛がない。どこから来てどこへ去っていくのかですら誰だってそうわからないままに、イエス・キリストを信じるということはどこから来てどこへ行くかがわかるんですね。どこから来てどこに行くのかわかる、また人間とは何かということが分かってきます。シロさん、キューちゃんも命を捨ててくれるの？そうですね、直接命を捨ててないかもしれません。しかし皆さんのために朝晩伝道しているということはですね、命を捨てているというか、ある部分命を捧げているみたいな、そういうことですね。アヤポンさん、みんなに優しくなれるようにイエス様にお祈りしました。私は毎日みんなが心優しくなれるようにお祈りします。アメン。ヒロさん、家族のために負担をかけまいと命を捨てて自殺する方もいますよね。けれども自殺はキリスト教では良くないものでは。そうですね、家族のために負担をかけまいと命を捨てる人もいるかもしれません。でもね、実際は違いますよ。実際は自殺すると家族にものすごい負担がかかります。自殺するとですね、ものすごく家族は苦しくなります。ですからね、家族のために死ぬということはありえないですね。家族のために死ぬということはありません。むしろ死ぬということはものすごい家族に大きな負担が残ります。ゆうさん、毎日放送されているということは誰もができることではないと思います。そうですね、私は
まあ、苦労してやってるというよりも特権って言いましょうかね、させていただいてるというか、できるという、まあ、放送ができるという逆に特権と考えています。ですから、まあ、大変というよりも、まあ、何でしょうかね、させていただけるというか、そういう感じですね。光栄に思っているというね、まあ、こんな私でも、こんな私でもイエス様のために少しでも、まあ、お役に立てるというか、少しでもイエス様を告白できるというか、それは特権ですね。特権です。太郎さん、旧 LTL 教会今どうなってるんですか？空き地ですね。売り地で空き地です。どうやらもう、ね、売れないんですね。もう1年近く、売れないんです。まあ、売れない理由があると思うんですが、まあ、売れない方がいいとは思うんですが、まあ、業者にとっては売れてほしいんでしょうけど、私にとっては、まあ、空き地のままの方が嬉しいみたいな感じがします。それではですね、スクショさん、人生、経験豊富そうですね。ありがとうございます。まあ、人生経験は、まあ、確かにね、68年生きてきましたから若干はありますけど、でも大事なのはですね、人生経験を信仰で生かすかどうかということですね。信仰はなかったら人生経験は生きません。信仰はなかったらですね、いろんな苦労も無駄になってしまいます。その、信仰があってこそ、信仰があってこそ全てが益となる、全てが益となるということですね。おかげで私たちも毎日旧牧師の放送を聞かせていただき、イエス様に近づくことができます。感謝です。こちらこそ皆さんが来てくださって、一緒に学べることは本当に嬉しいです。もしですね、誰も来てくれなかったらですね、まあ、一人でもやるかもしれませんが、一人で放送するより、まあ、皆さんが来てくださって、ね、一緒に放送した方が、楽しいし、コメントがあるから、まあ、放送が成り立つというか、もしコメントがなかったらですね、やりにくいんですよ、放送というのはね。放送、コメントがあるからですね、そのコメントを読んで、そして答えることができます。もしコメントがないと、ね、もう、なんていうんですかね、もう独り言で終わっちゃうみたいな。ね、ですから皆さんが来てくださって、コメントを打ってくださることによって、まあ、放送が成り立つということですね。ヒロさん、導きをしてくださる誰かがいると、やはり迷いの中にあるとき助かります。ああ、よかったです。モンクさん、私も感謝してます。天国ポイントを貯めさせていただいています。ありがとうございます。一緒に貯めましょう。ね、一緒に、天国ポイントを貯めましょう。私たちは、天に宝を蓄える。天に宝を蓄える。この地上に何か自分のプライドを作るのではなく、私たちのプライドは十字架であり、イエス様です。ですからこの世にプライドを作る必要はありません。多くの人はこの世のプライドを大事にします。この世のいろんなプライドがありますね。ある意味では世の中のプライドで、成り立っているような世界です。しかし世の中のプライドは害があるんですね。世の中のプライドは害がある、まあ、プライドがあるからプライドがあるからできない。プライドがあるから愛せない。プライドがあるから素直になれない。プライドがあるから、何かこう、するべきことをしない。ね。プライドがあるから和解ができない。プライドがあるから、そうですね。まあ、プライドがあるとですね、まあ、自分自身を、ね、こう表すことも難しいでしょう。プライドがあるとですね、なんていうかな、プライドがあると、まあ、嘘の中で生きるというか、そうですね、プ
ライドの弊害っていうのはたくさんあると思いますね。プライドの弊害、まあ、世の中、まあ、見えで生きてるようなね、見えで、例えば商品なんかもね、もう見えを刺激して買わせるみたいなね、これは、これを買ったら素晴らしいですよ、これはとても、高価ですよ、これは非常に、優れたものですよ、何か見えを刺激して、買い物をさせるような、あらゆることが見えじゃないかなと思います。ですから私たちはある意味で信仰というのは見栄を捨てること、この世の見栄を捨てること、そして本当のプライドを持つこと、それが信仰ではないかと思います。ヒロさん、我を通したくなりますよね。我というのもあれですよね、プライドですから、カチンとくるというのは、まあ、プライドが傷つく、何か、そのひどいこと言われる、ひどいことされる、何か、まあ、誹謗中傷されてカチンとくることあります。その時私たちはプライドがあると怒ったり、それから復讐したりするわけですよね。プライドがあると苦々しい思いになったり、憎しみが出たりします。しかしもしプライドがなければですね、プライドがなければ怒ることはありません。復讐心も出ません。プライドがないとですね、苦々しい思いになりません。ですから私たちは、プライドを捨てる必要があります。で、実は私もですね、今朝悔い改めてですね、私もいろいろプライドがあったんではないかと。十字架以外のプライド、例えばですね、自分が、よく私はカリスマ派カリスマ派って言いますよね。で、キリスト教にはいろんな宗派があるわけですけど、私はプロテスタントのカリスマ派なんですけど、カリスマを強調します。それはね、その区別をするという意味では必要だと思うんです、ね、どう違うか、他の宗派とカリスマとどう違うかという、それをこう区別することは必要ですが、ただ自分がカリスマであることをで、なんか自分が偉いとか自分が優れてるとか、そういうプライドは良くないと思うんですね。だからそれをちょっと悔い改めて、自分がカリスマであるということを、誇ってた部分があるんじゃないか。場合によってはね、自分がクリスチャン、クリスチャンであるということはいいことですよ。クリスチャンであるということはいいことですが、そのクリスチャンであるということを自分が誇るみたいな、イエス様を誇ることはいいことです。イエス様を誇ることはいいことですけど、その自分がクリスチャンであることを自分が誇る、これは良くないんですね。それは良くないんです。カリスマの特徴、福音主義と聖霊主義です。福音主義と聖霊主義、福音主義というのは聖書をそのまま信じる原理主義ですね。イエス様をそのまま信じる、聖書をそのまま信じる、これは福音主義。聖霊主義というのは聖霊の働きを今も認める、異言予言、悪霊を追い出し、奇跡癒しも信じる、これ聖霊主義ですね。この2つがカリスマの特徴です。キューちゃんも悔い改めるんですね。もちろんですよ、もちろん。そしてですね、私は例えばですね、例えば私は放送してますよね、インターネットで放送してる。でインターネットで放送してる、牧師っていうのは少ないと思うんです。ですからそれをね、私はね、インターネットで伝道してるんだ、伝道してる牧師なんだって言ってる、それもですねプライドになってたんじゃないかと、それを悔い改めますね。それはさっきも言ったように特権であってね、自分が偉いでもわけでもないし、自分が誇ることではなく、それをですね、もう
インターネットの伝道してるんだということをですね、まあ、自慢するようなことがあったらそれはプライドです。それは私は悔い改めましたね。それは良くない、それは良くない。そしてもう一つですね、もう二つ悔い改めたんですよ。もう一つはね、まあ、私9人子供いるんですけどね、まあ、何気なく9人子供いることを、まあ、誇ってたようなこともあるんじゃないかと思うんですね。それを悔い改めてね、それは与えられたものであって、自分が偉いわけでも何でもなくて、神様に与えられたものであって、それは誇っていいものではない、ね、でそれを、まあ、無意識的に誇ったようなことがあって、それは悔い改めますね。それは本当に良くないと思います。それから、まあ、皆さんご存知のように委員会でね、総務を していたわけです。でその自分がそういう総務というね、まあ、肩書きを無意識的にやっぱり誇ってた、ね、それも私を悔い改めて、ね、そんなそれも自慢することではない、誇ることではない、それも与えられた働きとして、感謝するだけで十分で、ね、誠実にその仕事をするだけで、アラブタンさんおはようございます。それを誇ってた部分があるんじゃないかと、それを悔い改めて、ああイエス様ごめんなさい、プライドを捨てましょうという伝道しながらね、プライドを捨てましょうという伝道しながら自分が、プライドを持てたという、ね、矛盾ですよね、それね。ですから、まだまだあるかもしれません、まだまだ、あ、おはようございます、まだまだいろんなプライドがあるかもしれません。でも私は聖霊様に示されてね、これからも悔い改めてプライドを捨てていきたいと思います。悔い改めることは、プライドというのはですね、プライドを捨てることを、プライドがあることを悔い改めましょうという意味なんですね。プライドがあることを悔い改めましょう。信仰というのはプライドを捨てること、肉的なプライド、自分のプライドですね。信仰というのは、自分のプライドを捨てること、そして信仰というのは十字架を誇ること、十字架のプライドを持つこと、十字架のプライドを持つこと、それが信仰です。太郎さん、13年間の伝道で何人ぐらいクリスチャンにしましたか。私が知りたい。もう何百人はいるんじゃないかと思いますが、何百人はいると思いますが、まあ、どのくらいいるかは分かりません。常雄さん、クリスチャンは偉いということを旧牧師はよく言われますが、それはいかなるものか。いえいえ、クリスチャンは偉いと言ったことはないと思います、ね、クリスチャンは恵みによって、憐れみによって救われたということで、クリスチャンは偉いわけではありません。私たちは自分の力でクリスチャンになったわけではないのですね。はい、それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じてプライドを捨てることができた証。イエス様を信じて、こういうプライドを捨てることができた証。こんなプライドを捨てることができた証。スタート。無職でも悩まなくなった。ミニカーを捨てた。自分の新しい才能が開花できた。ルルさん、高い服を欲しくなくなりました。アメン、ね、まあ、高い服はプライドですよね。プライドですね。高い服を欲しくなくなった、やっぱりそれは素晴らしい。
足立さん、プライドを捨てたら肉欲がなくなった、肉欲がなくなった、アメンアメン。悔い改めたら同性愛が治った、同性愛が治った、アメン。自分が好きになれた、自分が好きになれた。言うことを聞かないときが自分だって聞いて、ひろしさん、プライドを捨て、仕事に向き合い、素直に素直に心をまたは開いていきたいと思います、アメン。ジデノさん、ラグビーで勝っても日本に栄光はないんでしょうか。そうですね、何かスポーツで勝つことを誇るのは良くないと思います。その優勝するとか勝利するって、それは誇ってはいけないと思います。もし誇るならイエス様を誇りましょう。イエス様のおかげで勝ったというのはいいかもしれませんね。ユウさん、自分が子供の親というプライドを捨て、子供たちと対等に話したり学ばせたりもらったりできるようになりました、アメン。そうですね、親は親のプライドがあってですね、なかなか子供に対して、高ぶることがあると思います。親のプライドを捨てるべきだと思いますね。モークさん、ひどいことを言われるたびに自尊心が傷つけられたとずっと思ってましたが、自尊心ということがもう間違っていたと気づきました。プライドをもっと捨てたいです。自我を捨てます、アメン。素晴らしい、素晴らしい。太郎さん、天皇陛下の即位プライドには行ってもいいでしょうか。私はですね、反対なんです、反対なんです。まあ、多くの日本人の方はと思うかもしれません。しかし、天皇というのはですね、古事記のですね、読むと分かりますけど、権力争いをした、その権力者だったんですね。今は権力者じゃなくて、日本の象徴になっているかもしれません。しかし、やはりまさに天皇というプライド、権力者というプライド、やはりですね、それは十字架を誇ることではないし、イエス様を誇ることではなく、天皇という、歴史というか伝統を誇る、日本という国を誇る、そういうプライドなんですね。ですからやっぱりその天皇というプライド、日本というプライドは捨てなきゃいけないと思います。それはなかなか理解できないことかもしれませんが、ぜひ分かってほしいのですね。歴史をよく見れば誇れるものではない。特に戦争の原因はね、天皇の名によってした戦争、天皇の名によって行った戦争ということで、それはかえってそのプライド、天皇というプライドが戦争を起こしたということになると思います。国家崇拝はなぜダメなんですか。私たちは本当に崇拝するべき方はただ一人ということですね。本当に崇拝するべき方はただ一人です。ライオンさん、プライドを捨て、すべての人を愛したいです、アメン。ヒロさん、プライドをいつの間にか優先させてしまうと、自分を守りすぎて自分の殻に入り込みやすくなりますね。プライドや自尊心を捨て去り、開いて素直に前を切り、開いて進んでいきたいですね、アメン。はい、そういうわけで皆さん、プライドというものがいかに良くないかということですね。日本はまだまだ戦争に敗戦する
敗戦しました。あれは神様が日本のプライドを取り去るためだと思います。しかし残念なことに敗戦があり、本当にひどい苦しい状況だにもかかわらず、日本はまだプライドを捨てていません。ですから、その試練というのはね、試練というのは神様がプライドを取るためのものなんです。ですから私たちは試練があったらば、私たちは悔い改める必要があります。もし試練があったら、私たちはプライドを捨てる必要があるんです。試練というのは神様が、プライドを取るためのものだということを理解してください。リストラ、倒産、離婚、病気、争い、いろんな試練があると思います。それは私たちのプライドを取るためのものです。ですからそのことを理解するならば、私たちは試練の時喜ぶことができます。試練の時、私はこの試練でプライドがなくなる、この試練で悪いプライドがなくなると喜ぶことができます。そして本当のプライドを持つことができます。それは十字架を誇るということですね。十字架を誇るということが本当のプライドです。今日の放送を聞いて、なんとなく分かってきた。今まで自分が苦しんできたのは自分のプライドが原因だったんだ。自分のプライドが原因で、私は苦しんできた。そしてプライドが原因で争っている国々も、また個人もプライドが原因で喧嘩をしているんだ。プライドが原因でうまくいかないんだ。プライドが原因で、憎み合ってる、素直になれない、愛し合えない、愛し合えない理由はプライドだったんだ。素直に人を愛せない、素直に人を受け入れられないのはプライドが原因だったんだということが分かった。もうプライドを捨ててイエス様を信じて、プライドを取ってもらいたい、プライドを取ってもらいたい、イエス様を信じて、もうプライドで生きるのをやめて、本当に自分のために死んでくださった、罪を許してくださるイエス様だけを誇っていきたい、イエス様だけを誇っていきたいと思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。私も日本の皆さんが優しい心を持つ、プライドを持つように祈りたい。アメン、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 アメン。ハンナさん、トビコさん、おはようございます。アメン、アメン。天の父様、ごめんなさい、私たちは、この世のプライドで生きてきました。プライドがあるために私たちは、間違った自尊心、自分はこういうことをしてきたんだ、自分はこういうものを持ってる、自分は、才能がある、自分はこうこうこうだという、人より優れてるという、人と比べて自分の方が優秀だというプライド、イエス様ごめんなさい、そういう本当のプライドではなく、誇れないようなものを誇ってきた、誇ってはいけないものを誇ってきた、イエス様ごめんなさい、それらのあらゆるプライドを捨てます。あらゆる間違ったプライド、自分を誇るプライド、自分の、身分や家族や会社や学校や国を誇ってきたプライドを許してください。それらの誇ってはいけないプライドを捨てます。誇ってはいけないプライドを捨てて、本当に誇るべきものを誇り、誇るべき方を誇ります。イエス様だけを誇り、十字架だけを誇ります。
イエス様だけを誇り、十字架だけを誇ります、アーメンといった方々が、そのような生き方ができますように。そのようなプライドのない、本当にへりくだったそのような、正しい自尊心を持った、正しい自尊心を持った人間として生きることができますように、アーメンといった方々を、プライドを取ってください。私たちのプライドを取ってください。間違ったプライド、あなたが喜ばないプライドを取って、へりくだってイエス様のようにへりくだって歩むことができますように。プライドのない生き方ができますように。イエス様、どうぞ私たちを引き上げてください。引き上げて祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。日本を祝福してください。日本を祝福してください。世界を祝福してください。世界を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、今日ですね、プライドのない一日をまず、心がけてみてください。イエス様だけを誇る一日、イエス様だけを誇る生き方、始めましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローン、ありがとうございました。シャローン、ありがとうございました。